フェギャラリー紅葉社。美味しいコーヒー、紅茶、食事とともに素敵な絵やその時々の個展が楽しめるカフェギャラリー紅葉社です。月替わりのパスタもございますので、ぜひご賞味ください。営業時間は11時から19時、定休日は日曜日と木曜日ですが、イベントの個展開催中は休日が不定期になります。詳細は紅葉社のツイッターやインスタグラムをご確認の上お越しください。住所は東京都狛江市泉本町 1-24-1、 電話番号は 03-5761-4094 です。ネジの長い、ないネジはない、なければ作ります。ネジの長いです。ネジの種類がわからない、この部分にはどんなネジを使うの、どんな疑問も解決し、お客様のベストを提案します。もちろん小ネジ1本からでも OK。 ご来店いただくことが難しいお客様は、電話やメール、ヤフーショッピングでの通販にも対応していますよ。営業時間は平日は9時から17時、土曜日は10時から16時となっており、日曜日が定休日です。住所は東京都世田谷区上馬 4-35-14、 電話番号は 03-3424-0626。 詳しくはネジの長井でご検索ください。セオサイクル調布国領店、黄色い看板が目印、あなたの街の自転車屋さん、セオサイクルです。自転車のフレームやパーツの販売はもちろん、パンクなどの細かな故障からちょっと変わった改造まで、ぜひご相談ください。営業時間は10時から19時30分、定休日は水曜日と第3木曜日です。住所は東京都調布市国領町 8-1-19、 電話番号は 042-442-8839 です。ロービーアスリートサイクリングジャパン。 Facebook 内で発足した日本人でルービーを使用されている方、ルービーで自作のコースを作っている方が集まるグループです。オフィシャルイベントの日程からコースの作り方まで、ルービーに関するさまざまな情報が得られますよ。我々もリーダー佐藤さんにお声掛けをいただいたことでこの活動ができています。興味がある方は Facebook のアカウントから今すぐ参加申請をお願いします。レッドブル、あなたに翼を授けるエナジードリンク。やる気を出したいとき、もう一踏ん張りしたいとき、勉強に仕事に、あなたのお供に、レッドブルはいかがですか？なお、正式なオファーはまだいただいておりません。お待ちしています。アザマス、安心安全新しい、あなたのテクノロジーをサポートするコンサルタント、アザマスグループです。バナー広告募集中。こちらの画面に映るバナー広告を募集しております。自分のサイトを宣伝したい、フォロワーを増やしたい、制作物を見てほしいなどなど、宣伝したいものをバナーにしてお送りいただければ、漏れなくこちらの宣伝に使用いたします。ご応募待ってます。吉永選手を応援しよう。頑張っている吉永選手を応援しようと思ったそこのあなた、ぜひともこちらにご連絡ください。またはこちら送付先にご寄付をお願いいたします。皆さんこんにちは。
始まりました。バーチャルツールド東北2021の様子をお送りします。実況は私、金川木星。実装は吉永俊夫選手です。よろしくお願いします。こちらは東日本大震災の復興支援及び震災の記録を未来に残していくということを目的に2013年より開催されているイベントです。本来であればリアルイベントも予定されておりましたが、コロナ禍の影響により中止となりました。しかしバーチャルならば関係ない。予定されていたコースとですね、同様のコースをバーチャルサイクリングで楽しめるというのがこのイベントの趣旨です。ではそんな本日のコース紹介に参りましょう。ツールド東北2021仙台to奥松島、全長 43.6km、 平均勾配 1%、 獲得標高 221m、 最大勾配 8%。 宮城県の仙台市から出発し奥松島へ向かうこのコース、日本最大景勝地の一つである松島を眺めながら走ることができます。美しい景観とともにレースをお楽しみください。またこのコース非常に平坦でありますので、長くですねじっくりと景色をご覧いただけるかと思います。そちらもお楽しみくださいませ。そして本日のですね JK は誰の手に。説明しよう。 JK とは険しい山を登り、激しいスプリントを制し、並み居る強豪を押しのけて日本人トップの順位に入ったもの。人はそれを JK と呼ぶ。本日は公式のレースということで JK ジャパンキングをですね決めてまいりますので、ぜひとも皆さんふるってご参加くださいませ。でまずですね、第9回の JK でありました六本木さんの表彰を吉永選手お願いいたします。はい、じゃじゃん。いいですね、六本木誠殿、あなたは2021年8月26日木曜日のルービー公式レースにおいて仲間内最速ジャパンキング JK を獲得したことをここに表します。アザマスグループ代表吉永俊夫。じゃーん、おめでとうございます。一ヶ月経っちゃったけどね、すいませんね。さあ残り16分、いいですね、この朝焼けでしょうか夕焼けでしょうか、これを眺めながら待つといったところでございますが、ちょっと失礼、透けてしまう。ちょっとはい、そこ切れ、カメラの切れ目なので、カメラの画角の切れ目なので、これ少し良くなった、少し良くなった。何が映ってるそれじゃないですか。白に映らない。はい、はい、で BG4 すみません、はい、ですね、本日の趣旨といいますか状況の説明といたしましてですね、今日我々の配信ではディスコードは使用しないんですけれども、ルービーアスリーツサイクリングジャパンの皆さんのですね、グループでのディスコード、要は走ってる時にお話が皆さんとできるというのをですね設けておりますので。いいですか。大丈夫です。
BGM。 はい、あのぜひともこのディスコード皆さんが、ルービーの Facebook のグループに入ってらっしゃる方はぜひぜひディスコードご活用くださいませ。今のは何の通知ですか？直之くんが18時ぐらいに遊びに行ってもいいですか？本日のですか？はい、はい、どうぞどうぞ、狭いですけど、どうぞお楽しみください。配信終わってますよ。配信は終わってるはずですので、そうなん、もう今日はね、何にしろ14時でね、もうお昼のレースですので、で今日お休みなんですよね、土曜日ですからね、多くの方はお休みかと思いますけれども、そのお休みの中でですね、皆さんこうご参加いただきまして、登録者人数がもうすでに、300以上の登録者数がいらっしゃいましたので、まあそのうちの345名ですね、うちの半分走るとしても150名ぐらいって考えると相当大きいイベントですね。うん、少し片付けて待ってます。まあ、片付かないです。はい、片付かないですね。片付かないですね。ちょっと難しいもの。これここにタオルかけても映らないから大丈夫。タオル二段構え。今日あれですか、コメント誰もまだ打ってきてない。まだ来てないです。あ、そうなんですね。誰かあの不安なんでコメント打ちに来てください。また頭切る。カメラの角度とかぜひご調整くださいませ。あと10分ありますからね。スタートまであと10分。そうです、11分30秒。俺もあれでちょっと動いとかないと。そう、テストのために自らコメントを打ちまして、吉村時の当店ゼロさん、本日もよろしくお願いします。ね、これ君の何ですか？接続切ってくんないと、いつまでだって。ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと待ってください。どうやら。はい、切りました。はい。ありがとうございます。大丈夫ですね。コメント欄も稼働しております。ぜひ皆様よろしくお願いいたします。いや、いいですね、この黒巻処理の能力を獲得してから初めての公式レースですからね。扇風機のリモコン出てやべえ。とりあえず強くして。本当は裏とかないですか？カーテンの。どっかで落ちたんじゃない？今日筆が大きい。あ、佐藤リーダー、ライブ配信中。エアコンのリモコンもあったけど、扇風機ないですね。エアコン最低温度にして。場所悪いのかな。
ました、佐藤リーダーもですね、 Facebook の方ですよねきっとね。まもなくスタートまで8分35秒です。ちょっとこう直前でバタバタしておりますけれども、いやすごいモニターが後ろにあるみたい嬉しい。これ水か。え？お水二つ用意したってこと？あと8分。あと7分35秒。OK。OK。さあ今日は多いですね。日本の方が多いですね。すごいです。なんかプロっぽい人が多いみたい。そうみたいです。でこれ皆さんこの緑のジャージをね着ているところがちょっとご覧いただけると思うんですけど、これはですねツールド東北2021の対象コースを走ると、レースにこのように参加する、もしくは対象コース3つを走り切るともらえるジャージです。なので吉永選手がここを走りますとこのジャージがもらえると。まあおそらくピンクジャージを着るという目的があるので、多分 この画面でお目にかかることはないかもしれませんが、ね、皆さんでねこのツールの東北にちなんだジャージをお楽しみいただければと思いますよ。ガチで、はあ、もともとのイベントはもちろんレースもあるんですけど、こう何でしょうかね、ポタリングというかイベントライドの色が強いそうなので、もしかするとそんなにこうかっ飛ばしていくというよりはこの43キロを楽しもうという方の方が多いかもという佐藤リーダーの予想でした。なのでこうね、もうできる限り皆さんはこの日本三景の一つ松島をゆるりと眺めていただければと思います。でコースとしてもねご覧の通りもう一直線平坦ですのでね、まあ楽しめるのではないかと勝手に想像しておりますが、以上ですね。扇風機もう一回結局最強。エアコン最強。エアコン最強。ありがとうございます。さあ、間もなくスタートまで5分を切りました。いいですね。このこの背景透過されているのが存分にお楽しみいただけると思いますよ。じゃあ皆様アップされていると思いますが、本日もよろしくお願いします。お願いします。間もなく
サードまで4分。そうですね、今日のコースはもう走って右側にずーっと海が見えている。コースですのでね、ほんと右側が綺麗に空いててよかったですね。その今ちょうどある太陽を眺めながら、それに照らされる海と松島をご覧いただきながらといったところでしょうか。28キロ地点は日本三景の一つですっていう噂を聞きましたので。出ましたね。ぜひそこもね、皆さんもお楽しみに。走ってらっしゃる方は多分それどころではないといったところでしょうか。眺めてる場合ですそれどころ多分それどころではない方の方が多いと思いますが、消えてねえな。いや楽しみですね。まあね、ご覧の通り私は気楽にワクワクしておりますけども、このね、このあちこちこの黒巻処理を生かした初のレース。そうですね。皆さんお気づきいただけたでしょうか、この吉永選手の背景が消えていることに。でねマジックもできちゃう。でねさあ、このねこの様子をね、皆さん存分にお楽しみくださいね、はい、このタオルはハリーポッターで出てきた透明になる何かです。ああ、そうですそうです、透明マントです。透明マントの技術はこれです。くてん誰が来た。おどっちの Z さん。Z さん、初めまして。初めまして。あ、LOL ってこれ笑いですね。日本で言うところのカッコ笑いですね。ハロー。Hi Z。Thank you。How do you do はない。How do you do。How do you do。何してるのじゃないですか。Welcome to our stream. そう。From Tokyo, Japan. This program is Tour de Tohoku 2021 on virtual. 2020じゃないね。本当だ。ゼロだけ今英語だった。2021年号、年号苦手なんですみません。昨日まもなくあと10秒です。はい、おあと5、4、3、2、1スタートです。さあ始まりました、ツールド東北2021。実況は私金貨も実装は吉永敏夫で送りをしております。あ、東北のジャージを強制的に着せられている。第1位です。 I am number one。 イエーイ。ルービーを始めた時はピンクのジャージ着てたんですけど、強制的に緑のジャージを今着せてスタートさせられていることが判明いたしました。今日の吉永選手はツールド東北仕様です。残念、今日10秒ぐらい1位だったんじゃない。はい、
あの手が言えた。非常にですね、静かな走り出しですね。綺麗にもう 夕焼けかな、これ朝焼けかもしれないですね、をご覧いただきながら。結局、うん、何に発射した？スタートが結局170名出走してます。マイペース、すごいもうマイペース、総勢170名でお送りしておりますこのツールド東北。これちょうど北上しているコースなので、これ朝焼けかもしれないですね。というと、これはこうだんだん映像のうちにですね、太陽が上がってきてってところまではご覧いただけるかな。もうただひたすらに平坦路ですね。あー、道が綺麗ですね。そうだね、道が綺麗ですし、今ちょっと反射して見えてないですが、海も綺麗ですのでね、こう左右を皆さんは見渡していただいてお楽しみいただければ幸いです。今日はですね、もう大変日本の方が参加されてる方が多く、あ、ただワールドワイドですね、群がってきた第2集団が追いかけてまいりました。あ、少し楽だわ、少しドラフティングが効いて楽ですね。和風フィットネスジャパンっていう方がいらっしゃるんだけど、これ本当に和風の公式の方なのかな。3位にいらっしゃるんですが、あ、おっと、画面にはいらっしゃらないけれど、若松さんも出走されているご様子。あ、若松さんすぐ後ろにいますね。どうもこんにちは。あ、ちょうどいらっしゃったお声掛けしたらいらっしゃった。さあ、いいですね、この人数が多いからか、こう名前が入り乱れております。他に、ルービーのグループで出走されている方は、死んでた、あ、抜けてる、え、平坦なのでほとんど動かないとは思いますけど、そうですね、YouTube ライブカップとかでいらっしゃったラレーナさんですとかもいらっしゃる感じ。あ、若松さんに抜かれたところですさあ、若松さんが早速とこのグループの先頭を走っていこうというところ。そうですね、こうちょっと見えたり見えなかったり、この集団の中でですね、順位が入れ替わり立ち替わりしておりますね。他にいらっしゃいませんか。エアコン最強なのこれ。はい、
あの言ったら私はもう寒いですよ。マジか。あれ、このルービーのフェイスブックグループのですね、高川さんと佐藤さんも登録されてるんですけど、出走されてないんですよ。マジかよ。それともこのページが更新されてないだけでしょうか。あ、トシさんもスタートされてないことになってますね。登録はしたけれど、急遽お仕事とか普通にありそうですからね、この時期。いらっしゃるの。ちょっとこっちの画面で確認してみましょうか。この順位をね、ダダーっと。あ、やっぱりいらっしゃらないですね。じゃんじゃん、皆さんこう登録はされたけどタイミングが合わなかったのでしょうか。出走はされていないようです。ただあの皆さんご覧にはなってるようですのでね。あ、若松さんとこうずっと抜きつ抜かれつをしております。いいですね、こちら田園地帯でしょうか。どこまで行っても平坦路ですね。すごいですね。こんなにまっすぐな道もなかなかないのでね。これはレースでなければ大変楽しそうな道ですね。
本来ですとね、このツールド東北、あのリアルイベントもあったというお話だったんですけども、この途中途中にね、いわゆるエイドと呼ばれるあの飲み物があったりだとか、食べ物があったりだとか、そういったのも楽しめる予定だったそうなんですが、まあこればっかりはしょうがないですね。エイド情報をね。あ、いいですね。ホタテ焼きとかも食べられるんですね、この辺りね。海近いですからね。まあ、という気持ちで、こう皆さん走っていただいて、頑張っていただいて。こういうの、あの、お取り入れとかできたらいいんですけどね。そういうのはやってらっしゃらないんでしょうか。ぜひよろしくお願いします。さあ、今日はずっと若松さんと一緒ですね。こう、ぜひ、このグループ内で、楽をさせてもらってですね、うまく、まあ、せめて中盤あたりまで乗っていければというところでしょうか。ドラフティングも効いていますね。いいですね。やはりグループで走りたいですね。ですね、あの吉永選手実は27位という好位置につけているということをですね、ぜひお知らせしたいですね。170名参加されておりますので、順位を落とすのはこれからです。まあ期待して待ってる。俺が順位を落とすところだ。この感じにいくとそんなに話されないのではないでしょうかという感じはありますけど、あの無理をなさらないようにね。いいですね、このあたりの今おそらく道路を作り直している地域の一部だとは思うんですけれども、あの平坦であるというのもそうですが、道がまっすぐなのもすごいですね。ちょうど赤松さんのお名前が見え隠れしている今の位置。スプリットないのか。スプリットじゃないです、今のは旗です。スプリットはもう少し先ですね。雨が寝ちゃってくらんで、スプリットはですね、21.75km にありますので、
と 11.5 キロぐらいですね。この集団少し人数が増えましたでしょうか。こう後ろからジャンプアップしてきた方が何名か増えたようです。あ、じわじわと増えていますね。これはあの集団は増えれば増えるだけ走るのが有利になりますのでね。いられればいられれば、ええ。このデラフティングをどこまで得られることができるか。せめてこう第一スプリットまでは集団でできる限り走っていきたいですね。少しだけ集団からちょっと遅れを取ったでしょうか。あ、さあ、吉野選手、無事集団に復帰できまして、このまま行きたいですね。これ今、何人の集団なんでしょうか。結構ですね、あの、1位の方が少し飛び抜けて早いんですが、他は皆さん集団を作ってそれを追っているという形ですね。それはぜひね、ここをご覧いただいて、これ1位の方なんですけど、あとはここが、これ12名が、さっき13名が12名になったりですとか、ここの集団が、さっき60名ぐらいだった集団が、こう、散り散りになりつつあるなとかですとかね、そういうのがこの画面からもわかりますのでね、それを眺めつつ、ちょうど日差しが眩しい時間帯に撮影されてるのが、なんか夕焼けのような予想ですけれども。ね、東京は現在のあいにくの天気ですけれども。バーチャルではそんなことも関係なく。
いる限りここにいたいですね。この集団の中にもすでに日本の方が何名かいらっしゃるので、これを見てもだいぶ日本の方の参加人数が多いんだなというところですね。それがツールド東北。少し置いてかれてしまいましたね。ぜひね、ご覧いただいている方々はですね、ぜひコメントで、頑張れって言っていただけるとですね、西永選手の励みになりますので、よろしければ、一言二言いただければ幸いでございます。西野選手無事集団に復帰することができましたが、いまいちドラフティングがもらえない。ああいいですね。こうできる限りね、楽をしていきたいですね。無理なく走れるようにしていきたい。あ、こんにちは。六本木さん、こんにちは。六本木さん、走ってないの？今日出走されてる方で、私が確認できたのは若松さんだけなんですけれども。あ、頑張ってください。ありがとうございます。Thank you very much。皆さん今日実は感染の方のが多いんですかね。コンビのことせん、今日はごめんのりです。ほら、仕事？なんだって？孫守？孫守？孫のおもり？お孫さんのおもりってことです？孫おんの？孫がいんの？驚き、まあ、そうすると自転車乗ってるどころではないですね。孫後ろに乗せねえと。おじいちゃん頑張ってるよって。いや、こぼしちゃうかもしれないから。あ、明日はいらっしゃる。そう、驚きのですね、このイベント連続、連日のイベントでして、
ちょっとふざけんなよって思うよ。そう、今日と明日と、10月の3日来週ですね、来週の日曜日がこのツールド東北の3つのレースですのでね、もう この43キロを走った後に吉永選手は明日また50キロぐらいを走るというですね。さあ大丈夫なんでしょうか。はい、しょうがない、走るか。やるって言っちゃったんでねっていう気持ちですよね。今日全然パワーでね、寝不足に溜まってる。そう、今日はね吉永選手、緊張してね、言っていいよ。あの吉永選手睡眠障害で、吉永選手は睡眠障害をお持ちでして、普段睡眠導入剤を飲んでるんですけれども、昨日の夜、よりによって昨日の夜にですね、飲み忘れるという。寝れないな。なんか寝れないな。でも薬倍飲んだらオーバードーズになっちゃうからなって勘違いした。あんた起きたら。はい。飲むはずだった薬がそこに。ってなってですね、今吉永選手絶賛寝不足の状態で走っておられます。大変です。でも走り切るよ、走り切るよ、はい、男だから言っちゃったらやんなきゃ。実況席は純粋に緊張して眠れませんでした。まあ足が回んね、3でね、睡眠不足怖え。お水足りてますか？お水足りてますか？はい、あ、ありがとうございます。タカさんは今日お仕事というお話を伺いました。残念です。お疲れ様でございます。明日はどうすか？明日出走なんですか？そうですね、明日はどうなんでしょうね。明日の方がそうすると、グループの参加人数は多かったりするんですかね。明日は、石巻だったかな。こうぜひお楽しみください。明日は石巻で南三陸に向かうコース。何？いや、ご家庭大事。乗せろ。乗せろ。さあ、この、女性の方に肩のドラフティングをもらって目の前の集団に追いつきたいところ。おっと、通信落車か。あ、通信ではなさそうですけど、何がしかの落車でしたね今。あれですかね、便か、扇風機の位置が悪いなとかいろいろありますからね。さあ、ちょっと細かい道が多くてアバターがついていってない。そうなんです。
出走人数が170名ですので、そのうちの、まあ、大体50位として3分の1、前3分の1には入っているというですね。なのでぜひ このまんまこう攻めて第一スプリットポイントあたりまでいけると後半も見えてくるかなというところですが、後半はね、あの松島の美しい景色が見られるそうですのでね、眺めてる側はそちらも楽しみですね。1割ぐらいラップしてんの俺。してますよ。だいぶしてますよ。今30ワットラップできてますんで、約。28。もうできればこのままね、乗せていってほしい。あ、第一スプリットポイント見えてきました。よし、第一実ダッシュ。ここでそんなに飛ばして後半大丈夫なんでしょうか。さあ、もう前半までの既成事実をこれ作りますね。そうですね、距離としてはあの約ここでだいたい半分折り返し地点ですのでね。いやでも早いですよ、ここまで34分ですから。35位っつった。順位は45位。ああ、タイムが34分。ああ、トップ何分。あ、トップ出なかった。ちょっと待ってください。あれ、昨日のあの金玉さん来ないですね。はい、普通に今日お仕事とかの感じの金玉さん。あの、合ってるんだけど合ってない。お、来た来た、いきなり怒りのダッシュを見てた後ろの人。いや、あのそもそも急に抜かされたから追っかけてきただけだと思います。トップの時間がわからない。
と、あ、スプリントリーダーとありました。1位がですね、27分で先ほどのポイント通ってますね。そっか。1位の方がですね、なんかずっと先行して走ってらっしゃるんでね、すごい速いんですよね。しかもさっきまで後ろついてたと思ったらスプリットポイントでスパートしたわみたいな。どうしたのかしらあの人。病気。門が見えるかもしれない。勘違いしちゃったのかしら。でも心配されてるかもしれませんよ。おっと。この女性が足を止めました。他にかも。いや、そうなんですよ。すごいんですよね。あ、この道をですね、抜けていくとですね、まもなくこの景勝地、景勝地と呼ばれるところ、景勝地って読めないですよね。景色の景、風景の景に勝に土地の地って書いて景勝地って読むんですけど、まあ美しい風景の場所ですよっていうところですね、が見えてくるはずです。お前誰？え、さっきの。そんな？違った？女子？女子置いてきちゃったかしら。誰この人？でもこの方もですね、ずっとあのお名前は見えててですね。若松さんはもう全然前。若松さんは前ですね。やりおる。やりおる。若松さんはですね、今30位を走ってらっしゃいますね。ああ、すげえな。まもなく見えてくるでしょうか。はい、このコースの数少ないちょっとだけ上りがあるとね。でもこう今まで走ってきていた上りを考えたら、もうこの辺は平坦に含まれるぐらいの平坦ですね。
1位の方が異常に早いですね。ああ。彼は本当に早いのかな。リアルにここを登ってる方もいる。あ、そうですね。心拍も今はまだ165前後で上がらずに済んでおりますので。パワーが出ねえ、まったく。寝不足は怖いよというところですね。寝不足でパワーが出るのは漫画だけで。いや、寝不足はだいたいパワー出ないっすよ。汗ばっかり出て、足が動かない。息ばっかり上がる。本日ですね、非常に厳しい戦いを強いられております、吉永選手。でもしょうがない、自分が間抜けだったんだ。うん、皆さんはレース前ちゃんと寝ましょうね。そう、みなすみの原薬はちゃんと飲もうな。いや、飲まんでもいいけども。睡眠障害になるんだよ。そう、飲まなくていいけども、ちゃんと寝るんだよ。睡眠時間ちゃんと取るんだよ。さあ、もう間もなくなのですが、まだ寝できませんね。あ、すごいです。なんか、すごく、観光地チックな土地に入ってまいりましたね。疲れんのか、今ので。さあ、ちょうど、松島の土地に入ってきて、今、見えるはずなんですけれども、まだ、まだ街中ですね。これはさせてくれ。この少しでもドラフティングを得ようと吉永選手もがいております。
眩しいですね。はい、思いっきり逆光ですね。あれ、傾斜値どこ行っちゃったかな。もうちょっと開けないとダメかな。逃げられた。逃げられましたね。ちょうどこの平坦が早い方だったんですね。あ、土地と道が開けてきましたよ。あ、すっごいですね。ここはもう完全に作り直した跡がありますね。前の人を捕まえられるかしら。さっきのですね、さっきの光が入ってた時に映像があってしまって、ちょっと若干暗いんですけれどもね。石野選手、前に逃げてるグループを捕まえつつある。あそこに乗れるとちょっと楽ができます。さあ、届くでしょうか。どうじゃ。さあ、それでドラフティング範囲内に入った。このまま乗れるか。あ、捕まえられそう。あ、いいですね。いいですね。ジョイントすることに成功いたしました。チャンピオンは俺だ。そしてその方をパスして前を走る方と合流をついでにしたいところ。映像内もやがかかり始めておりますが、大丈夫でしょうか。美味しくね。
これはこう絶妙に。なんで直行き5とか出んだよ。おかしいだろ。筋肉量の違いですかね。これがまた常識外れの期待。学外のやつ。いや、びっくりしました。あ、その様子はですね、ぜひあのこの吉永敏夫選手のね、このチャンネルのアーカイブからご確認いただければと思います。このルービー体験会と称してですね、昨日の夕方に本当にすぐ来るからいいよね。その日連絡したらその日のうちに来てくださった。これただのバナーです。ああ、何でもこれただのバナーです。あぶね、これ宣伝バナーです。来た来た。前の方がね、こうなかなか追いつけないですね。あ、そうこうしてるうちにさっき抜いた方がいらっしゃいましたね。何しろ動かない、不便ね。凝り方を変えるのです。大きいところを使わない凝り方をするのです。いいですよ、読んでてますよ。奥多摩組じゃあ1枚しかないと思って踏めば栄えるんです。じゃあそれ持ちませんね。いける。ここから先ですね、ちょっとだけ細かなアップダウンがございまして、そこを超えるとあとはほぼ平坦。もう坂ねえんだろうな。いや、まだちょっとあと3つほどございます。マジかよ。でも坂ってほどの坂じゃないんで、あ、10% 以下なんで坂じゃないです。なんでそのハイパーリオン。それハイパーリオンでしょ。そう、いわく坂じゃないらしいんで坂じゃないです。そう、下手しかないから、うん、大丈夫大丈夫、下手しかないから。誰が言ってるの？今タコさんが。嘘です、それは嘘です。足が全く動かないよ。あの、これこの平坦しかないよは、山岳地方にお住まいの方の、あ、すぐそこだからですからね。すぐそこ、かっこ、徒歩30分とかの、そういう話ですからね。でも残り10キロですからね。
しくね。ああ、乗せろ。乗せろ。いや、多分乗ってんじゃねえ。うん、多分あの、彼側が、あ、ジャッキー乗れるって後ろに今ついてますね。あー、じゃあまーす。まだだ。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ。ドラケグ来たー。今ちょうど下り基調で美味しいですよ。ええよ。でも40ワット楽できてますよ。よしよし、まだ並んでんだ、まあ、よし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 、よしいいぞ。あー、一番美味しい、一番美味しいですよ、この下りで。あ、50本買ってやるよ。水なしで。水なしで。走り終わった後に水なしでうまい棒10本。それは拷問なのでは。そうこうしているうちに1位の方はゴールしそうですね。やったぜよ。こうあの抜きつ抜かれつの協調体制を取っていくとですね、お互い幸せに。いいですよ。今ここで乗っていきたい、もやも晴れましたね。誰か知らない旅の方、旅の方よろしくお願いしますよ。言ったらみんな旅の方なんですけどね。さあ、この名も知らぬ方のおかげで先ほどからついていけなかった藤重さんについていきそうでありますよ。この3人協調体制取れるとだいぶ楽に後半走れるんじゃないでしょうか。急にスピードを上げましたね。目の前に人が見えたからか急にスピードを上げました。ここについていかないとちょっと厳しい。また一人旅が始まってしまいますね。いや、ここ道きれいですね。あ、もう一方いらっしゃる。さあ、今日ここ残り、ここがラストの上りですから、こう頑張っていただきまして、そんな長くないですし、ここさえ越えてしまえばあとは下り基調の平坦。よし
おや、ダウさん、ダウさんでここで落車。あ、これは通信落車ですね。どうしたことでしょうか。さっきの方が異常に下りが早い。急に 200m の差がつきました。ゾウさんは落車しました。もうすごいとこですね、これまた。足だよね、オーバーパス的な。さあ、無事今日の最後の上り坂を越えまして、あとは平坦。しかもちょっと下り気味。どうにかこのね、マールルックさんかなに追いつけるとちょっと落差が違うんですけど、どうでしょうか。さあ、残り5km。あ、そして1位の方はもうウォールをしているのではないか。3で踏め、3で3で無理のない範囲で3で。現在6位までがウォールされてますね。お早い。こちらはチェコの方かな。1時間だったけどこのまま行く。そうですね、必要だったらお声掛けください。ギアがね、あ、日本の方は3位に入ってますね。いいですね、いいですよ。着々と皆さんゴールをされている中、西野選手が残り4km。さあ、ここを曲がりまして、あ、こっちだった。はい、あ、今日やっと、今日やっと、あの画面の美しさも相まって綺麗な土地が見えそうです。やばいですね。あの実際にこのコースを走るとおそらく左手がですね、
左手が海でね、見どころのあるところだとは思うんですけれどもね。レースも佳境になってまいりました。押せねえ。さあ残り3キロ。現在吉田選手47位ですので、このまま本当に3分の1の範囲内で入れるのではなかろうかというところですが、ここで通信落車の方を一人抜く。追いつかない、追いつかないですね。あの方なんか下手入って急に速くなりましたね。残り5キロで踏むとか決めてたのかもしれませんね。おそらくこのまま一人旅になろうかというところですが、この先急カーブ、ああ結構な急カーブ、しかも道はそっち、いいですね。またいい天気ですね。ここは実際に走ったら気持ちが良さそうなところですね。おっと、ここで挑戦者現る。マジかよ。できればここで乗っていきたい。恐るべき速さ。早かったですね。あっという間でしたね。さあ残り1キロ。おっと。あ、これは幻だ。まさかの噂の集団落車です。おいルービー、どうにかしろよこれ。さあゴール前集団落車が発生しました。これは幻です。これは手を抜いてはいけないやつ。そうです、これはこのまま踏むのです。彼らは普通に走っています。残念ながらこの順位自体は抜か喜びではありますが、気を抜かないことにより落とすことはありませんのでね。さあ残り500、みんな応援よろしく、頑張れ。皆さんもコメント欄で
応援をよろしくお願いします。さあ残り300。残り200。150。はいはいはい。100。まもなくゴールです。さあゴール。1時間12分47秒でゴールです。トップタイムからはですねプラス18分ですね。いやお疲れ様でございました。長い距離でしたが1時間半以内しかも上位3分の1に入りましたよ。やりました。やりました。いやお疲れ様でございます。成長したしてますね。はあ、もうやりたくねえっていつも思うわ。じゃあこのまま、じゃあこのままコースのレーティングを地球見学なしですか今日は。他にいらっしゃらないので。日本人の、 あの仲間内、僕は日本人の方はいらっしゃるんですけれど、あの仲間内の方が、はい、ありがとうございます。いらっしゃらないので。ありがとうございます。仲間内結構ね。はい。あ今日はですね、台湾の方々は。台湾の方も。あまり気にしない。はい、いらっしゃらないので。台湾の方自体はいらっしゃるんですけど、こう、お知り合いの方がいらっしゃらないので。メアガールさんは。いらっしゃらないです。あ、いらっしゃらないの今日。あ、そうっすか。今日は参加人数こそ多いんですけれど、グループ内の参加人数があんまり多くないので。地球中から来てますね。はい、銀河中から来てますね。いや今日のスレーティング、ね、星5つです。星5つです。デレンデレン、おめでとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。若松さん、若松さんは30位です。若松さん30位すごい。あ、Z さん最後までいらしていただいたんですね。 ありがとうございます。ご覧いただきありがとうございます。 Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Come on join us. ああ、透明のタオルで顔拭いてると、あのね。透明のタオルね。透明のタオル。いや、やりました。やりましたね。やりました。あ、なんつうの？やりました。I got it。あ、そうね。I did it。I did it。ああ、疲れた。お疲れ様でございます。ではですね、息が整うのを眺めつつですね、次回の予告に参ります。あ、一言言っていいですか。どうぞ。デッドアライブ。どうぞ。はい、ギリギリでいますよ。次回の予告に参ります。次回はですね、明日です。そうです。この画面にね、数字が出てますけどもね、2021年9月26日日曜日14時スタートです。ツールド東北2021石巻と南三陸ですね。はい、全長 56.9km、 平均勾配 1%、獲得標高612メートル、最大勾配が 9%。 まあ、今日も、
のようにですね、また平坦路を、明日のが辛いんでしょ。はい、距離が長いので。トゥモローイズハード、明日はハードですよ。はい、はい、だからやってまいりますのでね、ぜひまたお越しくださいませ。お越しください。でこのままですね、あの高評価ですとかチャンネル登録ですとか、あのこの QR コード写真撮ると私のチャンネルですとかいけますので、ぜひぜひ。QR コードで金太木星チャンネル15 まあまあまあ伝わると思います。はい、そんな感じですのでよろしくお願いいたします。ではまた次回明日お会いいたしましょう。また明日。 See you tomorrow。 See you tomorrow。 バイバーイ。